皆様こんばんは。ゲミトリヒにつれづれトーク、バイオリニストの阿部敦子です。早いもので10月も2回目の配信となります。あっという間ですね。時間ってポンポンポンって過ぎていってしまうなと実感していますが、この3連休寒かったですね。あまりに急だったので急いでお布団のこととかもお洋服のこととか風邪ひかないように慌てて支度をしましたが、おそらく皆様のところもそうだったのではないかと思います。今わっとようやくこう秋らしくなって、お日様の光もすすきの方が大変似合うような柔らかい日差しが照っていてほっとしています。すごく寒かった時にはなんだかとうとう日本は四季ではなくて二季になっちゃうのかななんて思ったくらいで、先日のリサイタルの後恒例で、静岡の方のお友達 と、横浜デートなんて毎年言いながらみんな楽しく過ごすんですけれども、その時にも今年の夏は暑かったけど何ヶ月ぐらい暑かったか知らねえなんて指折り数えたら5ヶ月暑くて、本当にこれは夏と冬だけの季節を持つ国になっちゃうかもねなんて、やめてほしいわね、どうせなら徳を春徳を秋みたいになってくれたら嬉しいのになんていう話をしたんですが、本当にそうなっちゃうんじゃないかと思いました。もう夏と冬しかなくなってしまうのではないかと。でもやっぱりほんのわずかでもこうして秋を感じられるのって幸せで、お日様にちょっと目を細めながら心地よさを感じています。先週のこのラジオの時に、ドイツからお友達が来るとかちょっと都合が悪いので少し早めの収録させていただいていますって申し上げましたが、予定通りドイツのお友達も無事に日本に来てお仕事で来られたんですけれども、久しぶりに再会できて、もう、お仕事の合間を縫って、一晩というか夜、こちらも忙しかったのでその日しかないっていう時に浅草で会いました。そしてもう時間を忘れてもうしゃべり倒しましたね。本当におしゃべりが絶えなくて、お互いの家族の話はもちろんですが、お互いの仕事のこと、世界のこと、コロナの時に会えませんでしたので、コロナの話どんなだったか、今はねメールなどという大変便利なものがありますし、上手に時間を合わせれば、何ですかビデオ通話などもできるので、昔に比べれば長く会えなかったとはいえ、すっごくその間に年取っちゃったねとかすごく変わったねってお互いにそういうことはなく、するりともうまるで昨日会ったかのようにまた改めて、何でしょう、こう時間がパッと飛んだような幸せがありましたけれども、本当にお食事をしながらも食べることを忘れちゃってですね、お店の人に半分最後は怒られちゃったくらいだったんで、ね、怒られ、あからさまにではないんですが早く食べちゃってくださいねみたいな感じになるくらいにもう話が尽きなくって、それはそれは興味深く楽しい時間でした。食事のところが終わってまた彼の泊まっていたホテルのロビーでもうちょっと話が終わらないからって言って続けて話をして、気がついてじゃあもうそろそろ帰らなくちゃって、これで横浜まで帰るのまだ2時間弱かかるからじゃあねって言っても名残惜しくお別れをして、ふっと気がついたらそうだ車の駐車場11時までじゃなかったかしら、11時までに出なきゃならなかったんじゃないかなって言って、もう大慌てで
行ってギリギリ2分前にゲートを出ることができました。本当に焦っちゃった。私はね電車で行って、主人はこう仕事場から車で行ってなんていうことだったので、自分が車を止めなかったこともあるんですけれども、ポーンと抜けちゃってて大慌てで、もう浅草の街を走りましたねそのくらいに話が尽きず面白かったです。そのお友達のウリさんはミュンヘンにあるドイツ博物館、ドイツスムゼウムという世界でも有名な、科学の博物館としては頂点に、世界の頂点に立つとも言われている歴史ある博物館の、もう重要な人物になられている方です。本当に縁あって本こうお友達になれたこと、もともとは彼の奥さんと主人が同じ大学で、芸術の方の大学で同じ先生のクラスだったっていうことから始まったので、私がミュンヘンに主人と一緒に結婚していた時にもよくご飯を食べに来たり、一緒にお互いに呼んだり呼ばれたり、いろんなところに一緒に行ったりということを本当に親しく、していた、お友達、その、ご主人にあたるわけですね。なのでドイツスムゼウムではその科学と芸術というようなテーマでも長年展示会を行ったりもしていましたから、そんな関係で彼女と彼は知り合って、それはそれはてだよくいい旦那さんと知り合ってくれたねっていうくらいにとてもいいお友達を一人増やしてもらったというような気持ちがしています。私よりも2つぐらい上の、彼女もそれから彼ご主人のおりさんもの方なんですが、本当に博識で、会話にこと書かないんですね、内容に。で今回そのいらした目的としても、科学博物館で何でした、カンファレンスだから、国際的な会議があって、それで彼はドイツムゼウム、ドイツ博物館を代表して、発表をするという目的でいらっしゃいました。でそれと同時に他のいろいろなお仕事関係の、打ち合わせ等も含めて来られていたので、今回のその発表についても、資料を見せてくれながら、こんなこと発表するんだよなんていうことで、プライベートの話以外のところではそこが大変興味深くお話ししてもらったので、そのドイツさんムゼウムの成り立ちに近いような、そしてこれまでの成り立ちからこれまでの、進化変化、そして今後っていうものについてのお話をされるということで資料を見せてもらったんですが、その中ですごく面白かったのが、その資料を持ってきておけばよかったんですが、もうすでに、そのドイツスゼウム、ドイツ博物館というのはもう創立が1925年なんです。もう本当に古いですよね、大戦前ですからね。でオスカー・フォン・ミラーという人が提唱し始めたのが1903年、そこから実に22年をかけて実現した、もうとんでもなく大きな規模の国立の博物館、科学博物館です。いまだにその頃、立っていたものも含めて、その後大きく、さらに大きく規模を広げて、現在の、ミュンヘンに流れて、ミュンヘンにあるんですが、ミュンヘンに流れているイザー川という大きな川の中州に建てられている、総面積が
総面積が 5万平方メートルか、5万平方メートルで、歩くと十数キロ、その天井をこう見て歩くだけで十数キロあるという、だからね、到底1日では見切れないほどの莫大な資料、そしてそれはほんの一部、みんなに見れるのは、それ以外のその3ミリのこうと、収集されているものというのはもう莫大で、で最近ではその子どもたちもそれらをもっと科学をもっと分かりやすく学べるように、そしてその足がかりとなるような、もう本当に幼児から楽しめるようなスペースを作ってあったり、で私たちがミュンヘンにいた頃はまだそういう部分はこうできていなかったところもたくさんあったんですが、そもそものその大きなメインになるところでも本当に何度行っても全部見切れないというような、もうあの潜水艦、まあ、とても分かりやすく言えばどのくらいの規模かというと、大きな広間というか大きなスペースではあの飛行機が何機も、それから潜水艦とか、まあ、バイキングの時代の船が、木造の船とかももう全部そのまま本物が立ち並んでいる空間、上の空間に飛行機が、いろんな年代の飛行機がこう釣って展示されていたり、あの自動車もあのスタートからの歴史が全て分かるように、もうものすごい広さの中に展示されている。もうこれは本当に簡単に言えばものすごく分かりやすくその広さを表現すればという部分ですけれども、それ以外にもありとあらゆる科学という、まあ、宇宙科学も含めて、まあ、地質学も含めもう全てがそこにあるんですね。で面白かったのはハリーポッターなんかにも出てくる錬金術師の部屋とかありました、うん、あの不老不死をね願って錬金術師のあの何でしょう、ランメルでしたっけのところのこう、うん、なんで科学室のようなその錬金術を取り行っていた部屋をあのそのまま再現したようなところがあったり、もうそれはそれは素晴らしい展示が並んでいる。でその展示の最初の頃に入り口に、うん、その地質学のコーナーが、まあ入ってドイツ博物館にの入り口入ると、まあ向こうのオペラ座にしても博物館にしてもいろんなところっていうのはクロークっていうのが置いてああの設置されていて、コートを預けたりすることが可能なんですね。でその大きなクロークのロビーにあたる部分、そこからスタートの地質学の部屋があったそうなんですけれども、その地質学に入る前の壁に、前いや地質学入ってすぐのところの壁に、もう昔に1945年だから終戦の年の写真にも残っているんですけれども、あのグランドキャニオンのジオラマと、そのジオラマの上に美しいレリーフがあって、それはこうあの宗教画に出てくるような、あの何でしょう、天使とこう、あ、何でしょう、神を感じるような、その白い壁にレリーフがあって、でそこに文字が書かれているんです。でその文字には聖書の、旧約聖書の創世記一番最初の言葉、文章が記されている、ドイツ語で。それは日本語で言えば、はじめに神は天と地を創造されたという言葉なんですね。でその神ははじめに天と地を創造されたというのが、グランドキャニオン、グランドキャニオンは地球が生まれてきたその形から今いろんな部分のすごくまだ生まれたての状態を形成している部分
なんですよね。そこからいろんなもう侵食があり風化がありいろんなところを経て地球のいろんな場所にある例えば熊本のなだらかなところっていうのはもうこれはもう侵食等が進んでいった状況の地球の状態で、でもグランドキャニオンはまだ新たにこう生まれ地球の部分としては新しい部分、それをこうジオラマにしてその上にその聖書の言葉が掲げられていた。でそれは当時もすごく物議を醸したそうなんです。それは科学と地質学という科学と宗教っていうものにはもう明らかに相反する部分がある。でもやっぱりその科学という部分はその仮説を立てて、そしてその仮説を実証していくということにおいて創造とロマンがなければやっぱりそう、進んでいけるものではないわけですよね。でそのよく話今までも何度も彼と話したりした時に今回だけではなくてその科学をやる人たちっていうのは決して現実主義なだけではないっていう言葉っていうのが出てくるので、私はよくやっぱり遠くに宇宙科学とかも地層論地質学にしてももう科学者ってロマンチストよねって、ロマンがなければ絶対にやってられないわよねっていう話をよくしていたんです。でやっぱそこに宗教的な部分っていうものが確かにこう指摘されてしまえばそれは相反するものだけれども、その偉大な存在アインシュタインも確か最後神というものに対しての畏怖の念を語っていたっていうのをよく聞きますけれども、やっぱそういう何か特別なものがないとこの現象、今自分我々がここにあるという現象っていうものに対しての説明じゃないけれども進んでいけないんじゃないかみたいなことがやっぱあって、今現在もこのレリーフの言葉とジオラマを作り直されたりもしているらしいんですけれども、でもそれが未だにそこには存在しているっていうのをね、まず最初にもういろんな他の話の中の導入としてね話をしてくれました。私はそこがすごく面白いなと、これまでも話をしていた内容のなんて言うんだろう、裏付けというかそういうものが同一の全部にあったんだなっていうことをこう教えてもらってすごく合点がいきました。でドイツっていうところは宗教的には国の宗教としてはキリスト教なんですね。でだからキリスト教税なんていうのもあったり、するくらいで、カトリックが 30% これ調べました、カトリック 30% プロテスタントが 30% 残りは無神論者であったり別の宗教であったりというようなことになっていて、でもそういう国の中で国立の博物館で入り口入ってすぐのところにそういう象徴的な何かを置いていて、これまでもいろんな展示改革をしているにもかかわらず今も存在するっていうのは面白いことだなと思いました。でそれらの話の中からこう彼がこう語っていった今回の内容としては、そのやっぱり地球っていうものがこうグランドキャニオンがね、新しい地球を見せてくれている中で、やっぱり人間が、人というものがこう頂点に立ってこうバーッとなっていった状態の中で、起きてしまったものとして、やっぱ環境問題ですよね。でその環境問題っていうのがじゃあいつからその我々はその環境問題に気づき、そしてそれを問題視してその、何かをこうよくより良くしていこう、それに対して手を下していこうとしたのって何年くらいからだったんだろうということをこうグラフで見せてもらうと、1965年ぐらいからそれにこう気づき始めて、1967年ぐらいにぐっとその環境問題というものを世界中の、大きな国が日本は若干遅れていたようなんですけれども、問題視して対策を練るようになっていったっていうようなこともして、でこれってまさに私たちの
年代、我々はその時生まれ、その時代をずっと生きてきた、その責任ある年代なんだよねなんていう話もして、そして、まあ、物語とかその話の最後の方は、その今新たに新人類時代っていうようなことをこう今提起していて、それで終わっていくんですけれども、そのお話が。でそれっていうのは、今現在我々がその一生懸命ウムベルトと言いますが、環境問題に対してやっていっても、人類というものがこの地球上からいつかなくなったとしたことを考えた時に、それでもこの地球という星が存続していく、その存続していくということに対して、その一つの地球という、まあ、生物のようなものですよね、その地球が我々の人間というものがなくなってからも、どのくらいどのようにこの地球は存在し続けるのかという、し得るのかということに思いを馳せていく必要性みたいなことをこう言っていて、非常に興味深かったです。その会議にもちろん足を運ぶことは、なんかね、一般の方も聴講できたらしいんですけど、ちょっと時間的に無理だったこともあって、大変興味深かったな。きっと彼の発表を聞いた人たち大変有意義であり興味深かったんじゃないかなと思いました。そしてそれと同時に、やっぱり年々その博物館というもの、まあ、世界中にある博物館というのがより良い展示というものを模索しながら、昔とこういうふうに変わってきているんだっていうものも非常に興味深かったですね。なのでこう博物館なんかを今後も見に、私大好きなので博物館見に行った時に、あ、この辺の展示はきっとそれこそ何年代ぐらいの、まだ何ことを残しているんだろうな、あ、ここはきっとその新人類時代というようなものを意識しながらの展示になっているんだろうなっていうようなことを自分の中で感じながら見るのも面白くなるんだろうなと、そんな風にも思いました。久しぶりに会ったお友達との会話がとっても楽しくて、とても興味深かったので、今日は皆様にお話しさせていただきました。お耳を傾けていただいてありがとうございます。一つお知らせです。ちょうど今日からなんですね。だから今日の分はもしかしたら先週お知らせしましたので言ってくださっている方がいらっしゃるかもしれませんが、今日から、この週末日曜日にかけて、私事ですけれども一応娘も参加させていただいている大好きな、パフォーマンスグループ妖精大図鑑さんの10周年記念の公演が行われております。吉祥寺シアターにて、その大変本当に楽しく、まか不思議な世界を、歌やダンスやお芝居で、演じてくれるグループなので、よろしければクラシック音楽はなって思われる方も、あ、私コントが好きだわという方とか、あとちょっと演劇とかダンス見るの好きですっていう方、ぜひ調べて、見てください。本当に楽しいですよ。なんかよくわかんないけど楽しくて、ちょっとほろっとする、そんなグループです。概要欄に載せさせていただきます。毎回アフタートークがあるそうなんですが、こちらも大変豪華なゲストがいらっしゃるようなので、お楽しみいただければと思います。私も行きます。楽しみに行ってきます。それでは、皆様また来週。阿部敦子のキャミュートリヒにつれづれトークでした。